ああということで先ほどは、えー、いろいろとお話をね伺ってきたんですが足元席の思い出であったりとか聞きましたけれども、はいえー、ちょっと現役時代のことを聞いてもよろしいですか？あ、はい、いいですよ。いいですか？<laughs> 現役時代まああの先ほどねお客様からあウエさんはおしゃべり上手やねって言ってましたけど喋るのは得意な方でした？いやー。<laughs> 今の組織競争会に入りましても年八、はい、年目になるんですけど鍛えられました、ね、鍛えられましたやっぱりいろんな人の前で喋る仕事がお、はい、ことが多いので、はい、磨かれました磨かれました、はいはい、あの正直今のお仕事と現役時代とどちらの方がご自身の中では合ってるなと思われますかまああの現役の場合はその時その時で結果が出 出るから、はい、そういった面では、あの、やりがいっていうのもあったんですけど、今は、こう。念、うん、を通して、成果が出るから。はい、まあ最初、それにな慣れるのが、ちょっと大変だったんですけどね。はい、何か、大きく、こう、心境の変化っていうのはありました?。現役の、まあ、選手されてること、頃と、今とっていうと。まあ、それはいっぱいありましたね。やっぱり、あの。年収が下がったこととかですね。<laughs> それ、明らかですよね。はい、あとはね、はい、やっぱり、電車に乗ったりとかですね。<laughs> あのバスに乗るっていうことが今までなかったんで。<laughs> 電車に乗った時はい。だからあのそういうことが本当なかったんですよ、ね。<laughs> ええ、だからあの人生においてはすごいいいと思います。<laughs> なんかもうテレビでよく見る初めてのお使いみたいにこう上木さんが電車に初めて乗るのを影から見たいみたいな <laughs> みたいな感じしまって。で,でやっぱりこう電車乗って電車であ今の若い人たちは本当こんなことやってるなとか。<laughs> あ ああサラリーマンの方はこういうことやってるなと今までそういう景色を見たことなかったのでああそうですよねだからああいよいよ僕もサラリーマンになったなと思いましたけど <laughs> 実感する瞬間が今も電車を使っていらっしゃるんですかだからあの北九州はニモカっていうんですがニ,<モ> <laughs> ニモカを買いましてあのピっていうのが結構感動ですけど。 <laughs> なるほどポイントもたまってると思うので,うで、ね、どこかで使っていただきたいと思いますけれどもね現役時代あの植木さんの中では何が一番こうしんどい苦しいっていうものだったのかもう現役20年走りましたけど、うん、残りの10年ぐらいはもう本当お客さんの期待に応えることしか、うん、楽しみがないと言ったら語弊ですけど、はい、もうそれしかなかったので。えー まあ、ある意味こう期待に応えられなかった時は苦しかったですね。はい、でもあの植木さん、本当にもう強くて、定,、ね、あの定会のもうトップっていう、ね、イメージありますけれども、その強さをこう維持するために、ご自身の中でこう他の人とは違うことをやったとか、なんかそういうところはありますか、なんか意識してやられてたこと。まあ自分的にはもう、勝つためにはどういう準備したらいいかなっていうのを常に、はい。 追求してたんですけど、えー、やっぱりその,周りの人に助けられましたよねやっぱりその先輩や後輩もそうですけどこれ別にきれいとじゃないんですけどやっぱりレース場行ったらレース場行ったでそのレース場の整備士の方からやっぱりアドバイスをもらったりとか、うん、やっぱあらゆる人がやっぱりこう味方になってくれましたよねうまあそういったのが多分こう結果に結びついてると思いますけどね。現役時代 ささんんとといいえばやはり城滝さんという名前が出てきますどうですかあの、お互いにちょっと一線を退いて、まあ、い引退された植木さんと今、会長になられて今はだから結構あの、現役、うん、の時はです、ね、やっぱは福岡と佐賀支部ということで、はい、なかなかこう一緒に会うということはなかったですけど、えー、今はもう,、うん、もう城瀧選手は、ねうん、選手会の会長ですから。はい もう今はもうこの前も入学式で来てもらったから会長、ありがとうございますって言って言ったんですけどだから今はそれぞれ違う組織ですけどまああの将来のことを語ったり今は非常にあのお互いがいい年を取り方してるんじゃないかなと思いますけどね今、将来のことを語ったりとお言葉ありましたけど今、女子選手もかなり人気が出てきまして。そうなんですよ 数も増えましたあの大和学校っていうところは平成13年に開校してですねまあそれで大和学校を巣立った人がもう140名以上がだから今200名,200名選手いるんですけどもう140名を超えた人が大和学校卒業なのでまほぼ大和学校を卒業した人が今女子レースを走っているのかなって。 8人人に1人が立て女子選手ですもんねそ,そしてですね今の女性のレーサーは頑張るんですよね、あの訓練生訓練時代から非常に頑張りますやっぱり整備士さんとかも検査員さんとかもいますけど女子選手はともかく乗り込んで、うん、ともかくもう頑張ってペラもやるし、うん、整備もやるしって本当に女子選手、それでどんどん強くなってきてますよね。 少しでも男性に足りない部分を頑張ろうっていうのがやっぱあるので今度はちょっと男性が頑張らないといけない番かなっていうぐらいはいやはり女性強くなりましたもんね時代とともに気持ちもね、まあ、やっぱりこうあなんか働ける場ができたことがなんかこう充実感があったり僕たちの時は多分日高さんとか鵜飼さんとかやっぱり男性の中に混じって。 あの頃は大変だったと思うんですけどね。うん、少なかったですしね。そういった意味では、今の若い女性レーサーは、なんかあの頑張、うん、頑張りたいって思えるような環境があるから、非常に充実していると思いますけどね。うんうん、まあ、あの百十九期のね、そ、あの入学式も十月八日にありましたけれども。はい、今さっき、あの植木さんおっしゃってたように、その将来のこととか話すとおっしゃってましたけど。はい、どういうふうな、こう理想のボートレーサーのその要請といいますか。 業界の形というかどういうことを求めていこうかなという感じなんですか競争会の組織人として言えばものすごく現行のような話をするんですけどそれは抜きにしてそれで面白くないので本音でここだけの話でやっぱり選手個人的に言えば引退した時にあいいボートレース人生だったなって思えるようになれれば別に賞金を取ることだけじゃなくてずっと B 級であってもですね 引退したときにあいい人生だったなと思えればいいんじゃないかなと思いますあとはやっぱ自分の失敗がやっぱりそのたくさんの方に迷惑かからないように、はい、もう選手の1つの失敗が、うん、やっぱレース場で働かれている方いっぱいいますからね、はい、みんなにやっぱ迷惑がかかるのでそういったことがなければいいのかなと、はい、ざっくりですけどねファンの方もいらっしゃいますからね。はい そうですねやっぱりファンの方をなるべくがっかりさせないようにしないといけないかなと思いますけどね。はいかりました